バキューンマトリックスです。ということでメタ流星にかもられて100万円を失った久保でございます。その代わりこのネタが何回も何回も何回も伝えて100万円でここまでネタが使えるんだったら本当にお買い得だったなと思っております。だからね、損したと思えば損なんですよ。でもおこのネタ使えるなと思ったら得なんですよね。だってあれでしょ、あのマネーの虎のなんかいろんな社長が当時いましたけども、転落したことがまたネタになって稼げてるじゃないですか、ね、マネーの虎で偉そうにいろいろ説教してたけども、実際時代が変わってインターネットがゴーンと入ってくると、そいつらはみんなね破綻してうまくいかなくなった。中にはね、うどん屋をやりたいって言って出てきたやつをこっぴどく叱って、で叱った方が破綻してうどん屋をやりたいっていう人が実はもう別の資金でねうどん屋を成功させて今でも続いてるみたいな例があるわけですよ。笑いませんねこれはね。だから当時ね、みんなしてそのうどん屋をやりたいって親父をなんかざまあ見ろみたいに思ってたと思うんですよ。でもざまを見たのは我々だったみたいな感じですよね。つまり商売は下克上、何が起こるかわからない、敗者もちゃんと復活するし勝者もいつまでも勝ってられない、まあ人に偉そうに説教する時点でもう勝ち目はないなと思うんですよね。それ自体が好きになりますからね。実際商売なんて誰が何をやるかによって結果がどう出るか、これはね分かんないですよ。分かんないけども、まあ絶対に共通して言えるのは集客がちゃんとできてるかってことと、やっぱりリピートをちゃんと起こせてるかっていうところですよね。このあたりがちゃんとできていれば、それこそね40、50過ぎた親父だろうとね、10代の女の子だろうと商売はうまくいくわけですよ。でうまくいかない理由っていうのをやっぱねいろいろと見つけられますけども、それはやっぱこう自分で気づいていくことがすごく大事で、普段別の暮らしを送ってるコンサルタントさんがいきなり自分の前に現れてね、わからないことが多いですよね。でコンサルさんの言う通りにやってうまくいく例もあるけども、うまくいかなくなった例もあるし、結局は未知数なわけですよ。そしてこのコンサルっていう人も別に有名人から何かアドバイス受けてるわけでも何でもないですからね。あの例えば堀江さんでも何でもいいんですけども、あのアドバイスをするのが得意な人がアドバイスをして全員成功するんだったら失敗者なんていないわけですよ。でも有名な人に頼まずに無名な人に頼んで成功する例もあるってことは、答えはいつも自分の中にあるってことじゃないですか。それこそ有名なコンサルさんがあれしろこれしろ、ああやってみろこうやってみろって言ったところで全部言うことを聞いてるわけないんですよね。だから結果的に何が当たったかっていうのはわからないんだけども、でもこれのおかげだろうなっていうふうに思う気持ちが働くから、無名な人に権威を与えてしまうんじゃないかなと思いますし、そういったたまたま出た実績を俺のおかげですっていう人がいるから、物の見方っていうのがどんどん歪んでくるのかなと思うんですよ。で私はね今でもね、ちょっとさっきね実はね吉谷さん入金があったんですよ。どういうことかっていうと、4年ぐらい前に速稼塾に入ってくださった方がね、その時は芽が出なかったんだけども、今はねすごくすっかり暮らしが楽になってお金が自由になったから、あの残金払いますって感じで一括支払いをさっきしてくれたんですよね。だから何がきっかけになるか分かんなくって、その方はもう久保先生のおかげですって言ってくれたのは、別に支払いをねしないからって言って督促も来ないし、なんかそれについてねいやらしいこと言うわけでもないし、いつも助けてくれて、自分が気づく前にいろんなアドバイスをしてくれたりとか、放送でお手伝いしてくれて商品売れるのに協力くれたりとかね、とにかくあの速稼塾の塾費用が払ってないことを理由に何かをしないとか、お支払いしたらこれをしますみたいなこと全然なかったってくれてるんですよ。もう私としたらそれは当然のことだなと思うんですけども、うん、まあでもね本当に嬉しいなと思いました。あの皆さんのおかげで成り立ってるなっていうふうに心から思った、そんな一日でしたね。あ、一日ってこれから始まるのか。じゃあ始めよう。